ノバヤゼムラの位置ノバヤゼムラバレンツワンノバヤゼムラは北極海に浮かぶ列島でバレンツ海と空海を分けヨーロッパの最北東端に位置するロシア連邦領アルハンゲリスク州に属するノーバヤゼムラーとも書かれるかつては空島とも呼ばれた銅、鉛、亜縁などを産するイノストランツェは氷河ジェラーニア三崎種として南北二つの大きな島からなる 北島と南東は幅2の3キロメートルのマトチキン海峡で隔てられている。南東はカルスキエボロタ海峡で南のバイガチ島と隔てられている。非常に山がちであり、地学的にはウラル山脈の延長部である。北島は面積の約半分2万平方キロメートルが氷河で覆われている。南東はツンドラ気候。総面積はおよそ9万650。 平方キロメートル。南西端から北東端までの距離は約925キロメートル。北島の幅は123キロメートル。南東の幅は約143キロメートル。最高地点は1547メートル。2002年の国勢調査時の人口は2716人で、そのうち2622人がノバヤゼムリ地区の行政の中心都市であるベルシャグマに、 居住している。先住民として100人ほどのネネツ人と50人ほどのユーラシア・アバール人が、漁業、罠掛け、漁、北極馬漁、アザラシ漁などを営んで暮らしている。アルハンゲリスクより、週2回ロガチェボ空港行きの飛行機が発着しているが、ノバヤゼムリアには制限区域があるため、ノバヤゼムリアを訪れるには、ロシア政府の特別許可が必要となる。 ロシア人がノバヤゼムリアの存在を知ったのは、ノブゴロドの商人たちがこの地域を訪れた11世紀か12世紀のことである。西欧からは、16世紀に東アジアへの最短航路、北東航路を求めて探検家が訪れるようになり、1553年にヒューイロビーが初めて到達した。1596年にウィレム・バレンツがノバヤゼムリアの北端を回り、 東北岸で越冬した。1821から1824年、フェオドルリ家の調査によって、西部の海岸の地図が書かれた。永住が始まるようになるのは、1870年に、マールイエカルマクルインが建てられてからで、1926年まで、ノバヤゼムリアの行政の中心となる。その間に、現在の行政中心であるベルーシャグバに移ったこともしばしばあった。 ソビエト連邦時代、核実験場とされ、史上最大規模の核実験が実施された。1989年、グラスノスチによって、ノバヤゼムラでの核実験についての情報が公開され、1990年には、グリーンピースが現地で抗議行動を催した。ノバヤゼムラの主な核実験エリアノバヤゼムラは、冷戦時代に軍事的に重要な拠点であった。 ソビエト空軍は島の南部にロガチェボ空軍基地を置き、初期にはインターセプター機を配備した。その後は核実験のための戦略的な支援施設となった。ソビエト連邦は冷戦の最中の1954年6月にノバヤゼムリアを核実験場とすることを宣言し、同年10月には早々に実験場の建設に着手している。 現在もロシア連邦の核実験場として使用されている。現在まで臨海全核実験などの未公表実験を除き約224回程度の核実験が行われている。ゾーン A は1955年から1962年の間及び1972年から1975年に使用された。ゾーン B は 1964年から1990年間に地下実験に使用された。ゾーン C は1958年から1961年間に使用された。中でも1961年の核実験では史上最高の50メガトン級の水素爆弾、サーリーボンバの爆発実験が行われた。その他にもノバヤゼムラ等の箇所箇所で実験は行われている。 1963年の大気圏内での核実験が制限された後、1973年9月12日に最大級の地下核実験が行われた。サーリボンバーや他の大気圏内の核爆発実験に比べ、爆発エネルギーははるかに小さいものであったが、マグニチュード6.97の相当の揺れを引き起こすに至った。8000万トンの氷河の地滑りが起き、 2キロメートルの長さの湖が出来上がった。224回にも及ぶ核実験の総爆発量は265メガトンにもなる。これは第二次世界大戦で使用された弾薬量の総量の2メガトンをはるかに超える。1988年から1990年になるとグリーンピースなどの環境保護団体等により同地での核実験反対運動が起こり、また、 冷戦構造の変化やソビエト連邦の崩壊、社会、財政の混沌などの理由から1990年に行われた核爆発実験が最後のものとなった。しかし1998年になると原子力エネルギー庁による臨海全核実験が毎年秋に行われるようになった。ただしこの実験は核兵器用。 プルトニウム 100g までの実験である。ありがとうございます。